田中康夫チャンネルへようこそお越しくださいました。新党日本代表衆議院議員の田中康夫です。本日はなんと私が敬愛をする河川工学の権威、まさに両親の学者であります今本博武京都大学名誉教授にもお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と申しますのはですね、今週のまたもやの3連休の初日、土曜日を入れれば4連休なんでしょうか、10月の10日、皆様ご存知の日本最高、今週からは田中康夫の日本最高というふうにタイトルも変えまして、さらにバージョンアップ、この第1回目にですね、今本博武さんにご一緒に参加をしていただき、はい、日本の治水の在り方、川の在り方、公共事業の在り方をお話しさせていただきました。はい、まあ皆様ご存知のようにですね、川辺川ダムと八ッ場ダム、この2つのダムはマニフェストに書いたんだからやめると言っていて、まあこれに関しては回を改めてまたお伝えをいたしますが、私は方法論としてはなんか最初から愛川北壁に登るような話で、全国には国土交通省のですね、先生、管轄のダム、まあこれ以外に農林水産省もありますが、これだけでもその現在建設中あるいは計画中のものだけで143基もあると。はい、じゃあこれをもぐらたたきのように2つだけやめますというのではなくて、どういうふうにその治水のシステムを変えるのか、うん、ダムなのかダムでない形もどのように示すのかという、うん、この工程表をまず示さなければってずっと申し上げたんですけどね。そうですね、私は治水の在り方というものがこれまでのやり方ではもうダムを必要とするというそういう論理になってます、うん、そこを変えようというんであれば、それをどう変えるかということを決めてから、うん、このダムは本当にそういう原則からも外れてでも作らねばならないのかどうか、うん、これをやってほしかったんです、うん、ですがとりあえずはとにかく全部ストップしてほしかった。そうですね、はい、まあ、通常そういうのだと思うんですね。というのは来年度に向けて自治体も予算を組んできますが、はい、これは詳しくはぜひとも10日土曜日の夜10時からの BS11 の田中康夫の日本最高をご覧いただきたいですが、繰り返し申し上げているように7割、うん、補助ダムと呼ばれる都道府県が作るダムには国が負担するとはいえ、8割のお金は巨大な東京が日本社なるゼネコンに行っちゃうんですから、地元は持ち出しだと、とするならばもっと違う河川整備をですね考えるのか、思うのにやっぱりそのダムの計画マニフェストでそれだけ載っけたならば全部止めて、その代わりにじゃあもうすぐの護岸補修、浚渫、森林整備、遊水地はまあすぐには作れないでしょう、こういう予算をつけるよっていう自治体にはもういい意味で大盤振る舞いですぐにやるよと、そうなんですね、このくらいの話を言った上でね、ヤンバと川辺にまず真っ先にやられましたけどね、はい、逆に言えばヤンバも国交省そのものが予算を見送った、うん、そうです。川辺川は今国と県とでダムによらない地震を検討するばということをやってますので、うん、はい、極端に言えばこの2つ後回してよかったと思うんですよね。そうですよね、いや今のところまあ止まってるわけですから、問題はねもう待ったなしのものが、やる入札は慌ててやろうとしてますので、それをねもう全国のそのダム問題に関心を持つ人たちがとりあえず止めてほしいという悲痛な声を上げてるわけです。いや先ほども小豆島のですね、はいはい、内海ダムという、宇都宮みどりさんの内海って書くんですよ、はいはい、これは不思議な先生、だってわずか3キロですよ、そしてその川じゃなくて横の川が河川開始してないんで溢れると、でしかもダムがすでにあると、そこにもう1個ダム作ると、なのにこのダムの元の古いダムのコンクリはそのまま放置するという、素人の私が考えてもありえない。でこれをまあ財政破綻をしている兵庫県はですね、昨日もですね、5日の日ですか、作ると言ってですね、でこういうものは140いくつを精査をしていくので、その間に自治体が言うものに関しては国の側から国交省が国交大臣が止めるとかとやかく言うものではないっていうのは、よくわからんです。いやこれまでのダムは現実にはほとんど国交省が指導して、そうです、国県をね、おっしゃるとおりです、やってるんですから、そのね、まあ、責任逃れといいますかね、これはちょっと私は今回の
前原さんの発言は問題だと思いますね。まあもう皆様ご存知のようにですね、近畿ブロックの、比例候補として今本博武氏には戦っていただき、まあ大変に私の力足らずでですね、今本さんのような人がもし議員になっていたら、これはもうあるいはですね政権与党の中で、あるいはそうでなくてもですね、ダムありきではない治水をどう作るのかということの委員長にくらいなればですね、大変な日本の転換だったんですけどね。そうですね、まあ本当に、まあ私ももう70を超えてね、今更政治になんで出るのかと言われましたけども、まあ田中康夫さんに一緒にやろうよと言われてその気になって、今にして思えばやりたかったですね。だけど議席は得られませんでしたけども、はい、いろんな形で僕はこれも、日本の河川の問題については命ある限り、はい、関わっていきたいと思ってます、はい、ぜひよろしくお願いします。今週の日刊現代のですね、きっかい日本改め、日本開国、こちらの方でも本日アップをいたしますが、文章を書いております、と同時に、繰り返しますが、10日の土曜日はぜひ夜10時から30分間まるまるですね、今本博武教授とともにですね、日本の川の本来の在り方というものを語っておりますので、田中康夫日本最高、こちらもご覧をいただきたいと思います。ということで本日は特別バージョンで田中康夫チャンネルに今本博武名誉教授にもお越しいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。